それでは礼法の説明をしたいいと思ます礼に始まって礼に終わるという言葉がありますがそれは相手に対する敬意を表する一つの考え方それから格闘技の中で自分が気持ちが高揚した時にまた正に静かに戻る作法です。それが 形として礼法に表されますじゃあそれでは律令からお願いします気をつけ例1234はい、えー、次に座礼に移りますが、えー、座礼に移る作法もあります左足から座るはい12、えー、そして、えー、座正座をします 礼はい立ち方にも作法がありますはい立ちます一二三はいこれが礼礼座り方座礼立ち方の作法です次に一人でもう少し詳しくやりたいと思います。